横浜市大倉山記念館は神奈川県横浜市港北区の大倉山公園内に位置する文化施設である。主に音楽会や美術展などに利用されている。1981年3月31日に大倉精神文化研究所は敷地を横浜市に売却、研究所本館を横浜市に寄贈した。横浜市は土地を公園として整備。 建物を改修し、1984年10月27日に、横浜市大、倉山記念館として開館。建物は1991年11月1日に、横浜市指定有形文化財に指定された。大倉山ドキュメンタリー映画祭の開催地である。エントランスホールより吹き抜け天井を見上げる横浜市、指定有形文化財に指定されている。 現在の建物は1932年4月9日、大倉精神文化研究所の本館として、竣工された。設計者は、長野平地で、旧北海道銀行や旧日本銀行、広島支店など古典主義建築の第一人者として有名。建物は、東西文化の融合を、建築理念の中心に据え、クレタミ系の様式を採用。 ギリシャ神殿風の西洋的外観と東洋的な木組内装である。建設は竹中工務店が担当し、竣工当時は真空式低圧蒸気暖房装置や水洗トイレ、給湯装置を完備した最新設備であった。総費用は約70万円、建物工事45万9356円18銭で、現在なら、 数十億円に相当する。館は以下の五棟からなり、それぞれに創設者、大倉国彦の理念を排した作りとなっている。高さ25.5メートルの塔がある中央館、電動回廊東館西立また、1階、中央階段裏には、ルコン石杖碑がある。これは創設者の意思を尊重し、1930年4月9日に、挙行された、 ミシズ意式において、本館中央の地下30尺に埋められた、ルコンヒを記念するものである。ルコンヒの秘面は次の通りである。ないは9。ありがとうございます。